疑問、三笘薫や久保建英が今後、今以上にシュートが上手になる可能性、ある?後天的にシュート上手くなるの無理なんやろか、ガチで宝の持ち腐れやろ。ヴィニシウスとか、最初決定力ひどかったのに、覚醒したからなんかではあるっぽいぞ、具体的に何が起きたのかはわからん。あいつは、専属のメンタルコーチつけてからの覚醒や。まだぞ、ヴィニシウスは、間を習得して、量産しだした、キーパーを見てニアカファーに打つだけ、でもこれをできる選手は、世界的にもほぼおらん、ムバッペクリロナメシハーランドはみんなできる。パス上手くなるけど、シュートは、下手なままっていうのは、メンタルの問題ちゃうん?とは思う。シュートは、まあ、パワーというか、キック力も関わってくるから、パスよりも難しい。日本のアマスポーツは、トーナメントだらけなのが、攻撃スキルを育てなくしとる、勝率 100% でないと、敗退して次に進めなくなるので、どうしても守り重視になる、仕掛けてミスすると致命的なので、仕掛けずに、相手のミスを待つような、消極的な思考が身についてしまう。一方、海外はアマスポーツも総当たりなので、勝率となってきて、負ける試合があるのは当然だよね、となりどんどん攻撃していくので育つ。久保の目指すべきはサラーやな、身長同じぐらいでトップの位置でロングボールを収めるし。サラーとかクソヘボやろ、あんな課題評価はおらん。ヴィニシウスと三笘ってどっちが上なんや?三笘、勝負にならん。わええ三笘ってすごいな。ヴィニシウスに決まっとるやろがい。ヴィニシウス、去年35試合17ゴール10アシストやぞ。それまで、ガスみたいな成績やけどな、レアルのアタッカーが残して、いい成績やなかった。そん時20歳とかやし。バケモンやん。ヴィニシウスみたいに、普通に覚醒する選手は珍しい。ヴィニシウスも去年まで、全然シュート決まらんやったもんな、三笘も、そのうちシュート上手くなるやろ。45度のシュートあったやん。あれ、ロッペンとかメッシだったら決めてたよな。このドリブル能力持ってて、それ決めたらマジでレアルやな。